眼科の平松です。今日は、花子さんという方からメイクのお話ありがとうございます。先生、美顔器など電磁波高周波顔に当てる等の行為は目に良くないんでしょうかっていう、まあ、いわゆるこう、美容とか、まあ、そういう系を顔に当てる行為って目にとってどうなのっていうことについてお話しようと思います。基本的にはですね、メインチャンネルでもあるニュースをお伝えして、ハイフって言って最近流行っている、まあ、要は美顔系のものですね。それを適切に、要はね、目の保護が必要なんですけど、保護をしないでやって白内障にすごいなっちゃって白内障手術を必要としたっていう金沢医大かなが発表した論文についての解説っていうのもニュースで出させていただきましたけれども、基本的にはちゃんとケアさえしていればそんなに問題はないです。ただし、まあ、だからセルフでやるので、まあ、結構適当にやっちゃうとか、結構ね、美容系のクリニックとかそういうところ、まあ、あとはいわゆるこうエステとかって雑にやるところあるんですよね。まあ、安くするためにっていうところもありますけれども、でそういうところだとね、もちろんね、美容の効果はいいのかもしれないけど、結果として目にとって悪いところがあるので、まあ、きちんとそういうのを対応してくれるところっていうのを選ばれるといいかなっていうふうに思います。まあ、その選び方っていうのは、まあ、ネットの口コミも一つかもしれないけど、ネットの口コミはね、大体ね、あんま信用できなくて、まあ、行った人の話とか、はたまた、まあ、丁寧に、やったり話したりしてくれるかっていうところを見ていただいて、ね、いきなり1年プランとか申し込まないで、ちょっとやってみて、あ、これじゃまずいなと思ったらすぐやめるとかっていう風に注意していただいた方がいいかなっていう風に思います。まあ、こんな感じで皆さんの疑問質問にいろいろお答えしていくので、よろしければコメント欄の方に書いてください。でいいなと思ったら高評価ボタンね、いいねマークのやつを押してくださればと思います。よろしくお願いします。